マスコミ世論調査。次の首相にふさわしいのは、ネットの感想。素晴らしい印象操作がネットではない。内容はこちら。マスコミ世論調査。次の首相にふさわしいのは、への痛烈指摘が話題のようです。では、真夜中ピカールさんのツイートより内容を見てみましょう。真夜中ピカール。素晴らしい印象操作、捏造、誘導をお伝えします。マスコミさん、こんなことやってももう無駄ですから。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これってなってほしくない順番ですよね。これ、ワースト部門だろ。順位が逆さまだったら、しっくりくるよな。確かに逆さまだとしっくりきますよね。何せネットでは、高市氏がダントツトップですからね。次はこちら。誰に聞いたんだ？すっげー捏造、かっこ笑い。なんじゃこりゃ。社内調査報告書かいな。これって彼らの願望ですね、わらわらわら。×、世論調査、丸、世論操作。誰に聞いたらこんな結果になるのでしょうね。はなはだ疑問ですよ。次はこちら。いい加減、もう石破は諦めろよ。石破さんはないですね。ゲルトップ、すごいじゃん、わら。ところでどこのパラレルワールド？そもそも石破氏は総裁選を辞退してませんでしたっけ？最後はこちら。マスコミが高市を一番下へ持ってきてるということは、総裁は高市一択が正解なのだろう。あれ？僕はどこぞで高市氏 81% という記事を見たような見なかったような、かっこ笑い。ネットでは高市氏 81% と高い支持を集めていますからね。マスコミの世論調査はまさしくパラレルワールドですよ。結論。マスコミの世論調査っていつもずれていますが、一体誰に聞いているのでしょうか？っていうか、マスコミの世論調査では毎回毎回石破茂をトップに持ってきますが、総裁選でいつも惨敗してません。なんであからさまな捏造や印象操作を堂々と繰り返すのですか？もう多くの国民は、マスコミの世論調査なんて信用してませんから。いい加減、マスコミの願望を垂れ流すのはやめてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。